はい、お世話になります。リアルグレード汎用人型決戦兵器人造人間エヴァンゲリオン初号機新エヴァンゲリオン劇場版です。プレミアム版内で発売されたキットで2022年5月発送、販売価格は5500円となっています。はい、つい先日ですが2024年8月発送でこちら再販されましたね。ちなみに新エヴァンゲリオン劇場版については最初の発売分は2022年2月発送でした。私はその二次受注分を購入して2022年5月に発送されたということです。購入履歴を確認すると、ヘイズル・アウスラ・ギガンティック・アーム、ロバート・ギリアム専用ザク2、サンジのガンダム・ハルートとサバーニアなんかと一緒に購入していて、まあ、作る暇もなく積みっぱなしになっていたみたいです。はい、まあ、この機会にレビューしようと思います。さあ、では早速商品ページ説明文を確認しておきましょう。一部要約して読み上げます。碇シンジが登場するエヴァンゲリオン初号機が新エヴァンゲリオン劇場版としてリアルグレードシリーズで商品化。特徴的な色合いを成型色で再現し、カシウスの槍が新たに付属。新エヴァンゲリオン劇場版をイメージした印象的な本体のカラーリングを成型色で再現。瞳や緑の外装部分には蛍光カラーを採用。カシウスの槍と槍を携えるためのハンドパーツが新たに付属。その他ポージングを演出するハンドパーツ類が付属。はい、ということですね。エヴァ初号機は2020年の3月に4950円にて一般販売されていますが、今回のキットはそちらの成型色違いです。新エヴァンゲリオン劇場版カラーで、一般販売のキットから若干鮮やかで濃い色味になっています。はい、そしてカシウスの槍と槍用のハンドパーツが追加で付属しているという商品仕様ですね。はい、それでは今回はまずエヴァンゲリオンの機体解説から確認していこうと思います。使徒と呼ばれる生命体の殲滅を目的として製造された汎用人型決戦兵器である。ロボットではなく人造人間と呼称され、アダムもしくはリリスと呼ばれる生命の起源を人類がコピーして作った巨大な生命体を、本来の力を抑え込むための高速具を兼ねた装甲板で人型になるように覆ったものである。 AT フィールドを展開する使徒に対して人類が保有する唯一の対抗手段とされる。人間が愛情を抱くときに使うとされる A 点神経を介した神経接続によるコントロールシステムを採用している。稼働状況は機体とパイロットのシンクロ率により左右される。機体が受けたダメージはパイロットにフィードバックされ、痛みを感じたり負傷したりする。最悪の場合死に至ることがある。パイロットは細長いカプセル状のコクピット容器エントリープラグ内部のプラグインテリアに搭乗する。プラグはエヴァの首の付け根から脊髄に挿入され、先端にはエヴァの中枢神経に接続するための神経接続探査芯があり、この探査芯を介してエヴァとパイロットの神経系の同調がなされる。プラグは緊急脱出装置を兼ねており、緊急時には挿入口から射出され、ロケットモーターで離脱、パラシュートにより着地する。プラグ内は LCL と呼ばれる液体で満たされており、それが外部を映すスクリーン、神経接続の媒介物質、衝撃緩和液として機能する。またパイロットは LCL を肺に取り込むことで体に直接酸素を供給される。なお凍結中の0号機には、巨大な十字架のついた停止信号、凍結プラグが挿入されていた。パイロットの座るシートの両脇には、機体制御や射撃管制に用いる2本のコントロールレバーが設けられている。このグリップを引き起こして展開することで、機体を高機動モードに切り替えることができる。シート後方には巨大なディスクドライブが搭載され、操縦に関するシステムや自爆プログラムやダミーシステムも書き込まれている。シート前方の下部にはエントリープラグの内壁に接するような形状の安定フィンがあり、インテリアはシンクロ率に応じてプラグ内を前後するようになっている。プラグの容量的には複数人が入ることも可能だが、パイロット本人以外の存在はシンクロに影響する。操縦の際、パイロットは脳と機体を神経接続するインターフェースヘッドセットを頭部に装着し、シンクロ補助や生命維持などのシステムが内蔵されたプラグスーツを着用する。機
体背部に接続されたアンビリカルケーブルからの電力供給で稼働する。予備電源を内蔵しており、ケーブルからの電力供給を失ってもフルで1分から3分程度、ゲインを利用すれば5分の活動が可能。また肩に外付けの大型バッテリーを装着することにより、ケーブルなしでの稼働時間を延長することができる。使徒と同様、 AT フィールドを展開することができる。 AT フィールドは機体周囲を取り巻くバリアの一種であり、機体への物理的干渉のほか、強力なものになると第10使徒サハクイエルや第17使徒ダブリスのように電磁波すら通さなくなる。至近距離では AT フィールド同士を中和させることによって防御壁を無効化できる。ヘバが使徒に対して唯一有効な対抗策とされるのはこのため。はい、ということです。続いてはテレビアニメ急激における初号機について、また新劇場版における初号機についてをそれぞれ確認していきます。まずは新世紀エヴァンゲリオン、すなわちテレビアニメ版旧劇場版における初号機についてです。エヴァシリーズの中でリリスより製作された唯一の機体、エヴァシリーズのテストタイプ。搭乗者の生命に危機が迫ると、たとえバッテリー切れの状態であっても突如コアが反応して搭乗者の意思に関係なく暴走し、その際自らの力で顎部ジョイントを破壊し口を開け方向を上げる。第19話にて第14使徒ゼルエル戦の最中、覚醒した初号機が使徒を捕食して S2 機関を取り込んでからは無限の活動時間を得る。初起動は第3使徒サキエル戦であるが、起動前にエントリープラグ未挿入の状態であるにもかかわらず、腕を動かして落下物から神事を守る。初シンクロ時にプラグスーツの補助なしに 41.3% と高シンクロ率を示すも、左手首を折られ、右目を光の矢に貫かれて中破、その後暴走し、括弧1度目の暴走、左手首の自己再生、使徒の AT フィールドを侵食中和などの圧倒的戦闘力を見せつけて使徒を殲滅した。第4使徒シャムシエル戦では初のエヴァ専用火器を使用するも効果はなく、ミサトの精子を振り切って活動限界時間いっぱいまでのプログレッシブナイフでの接近戦闘にて辛くも殲滅。第5使徒ラミエル戦は一度は敗北するものの、ヤシマ作戦にて0号機とともに殲滅。旧東京市都心の第28放置区域でミサトの援護により暴走したジェットアローンを制し、第7使徒イスラフェル戦は2号機が作戦に加わり、両機体の動きを同調させるユニゾン特訓の末使徒を殲滅。第9使徒マトリエル、第10使徒サハクイエルは戦列に復帰した0号機と3機で殲滅。第12使徒レリエル戦では敵の本体である影に取り込まれてディラックの海をさまようが、神事の生命維持に危険が迫ったことで怒り結衣の魂が目覚め、2度目の暴走を起こして上空に浮かぶレリエルの影を引き裂いて殲滅し帰還した。第13使徒バルディエル戦では当時の乗るエヴァとの戦闘を拒んだ神事に業を煮やした言動が、彼のエントリープラグにダミーシステムを起動し、バルディエルを3号機ごと無残に解体殲滅。そのことにショックを受けたシンジが怒りのあまり初号機の機体内に籠城してゲンドウに謝罪を要求するも、ゲンドウの命令で LCL の圧縮濃度を限界まで上昇させられて強制排除された。この事件以降、シンジが登場を拒否したため、第14使徒ゼルエル戦では代わりにレイが登場するも、ユイの魂がシンジ以外を拒絶、以前はシンクロ可能であったレイやダミープラグすらも受け付けなくなったが、第14使徒ゼルエル戦での戦闘で2号機、0号機の無残な結果を目撃し、火事に悟されたシンジは再び初号機に登場。左腕を失いつつも敵を追い込むもついに電源が切れて停止したが、シンジの声に反応するかのように再起動し、3度目の暴走。再起動した際、シンクロ率が 400% を超え、ゼルエルの腕を引きちぎり、その腕を自らの左腕へ変換した後、ゼルエルの AT フィールドを破壊。ゼルエルを捕食し S2 機関を獲得。この戦いで初号機は覚醒を果たし、他のエヴァとは一線を画す存在へと変化した。その後サイトの暴走を警戒したゼーレの命令により使用凍結されたが、第16使徒アルミサイル戦で物理的融合されそうな0号機を救出するため、ゲンドウが独断で凍結解除を発令したことで戦闘へと復帰。第17使徒ダブリス戦では
ダブリス過去渚香織が外部から操る2号機と交戦。2号機の撃退後、ダブリス過去渚香織を殲滅する。劇場版第25話では、戦略自衛隊がシンジと初号機との接触を断つためにゲージに注入した硬化ベイクライトに拘束され登場できなくなっていたが、2号機が量産機に捕食されている際に無人のまま起動し、ベイクライトを破壊してシンジを登場させ、ジオフロント内に出現。劇場版第26話では、2号機の無残な姿を見たシンジに触発され暴走、過去4度目の暴走。背に4枚の十字翼型 AT フィールドを展開し、AT フィールドを背負ったまま、シンジのデストル道により地球の衛星軌道上にあったロンギヌスの槍を召喚。その状態をゼーレに利用されてサードインパクトを引き起こし、そのまま人類補完計画を発現させてしまったが、シンジがその世界を望まなかったため、初号機は同化したリリスから分離して地球を包み込むほどの巨大な12枚の赤い翼を展開。リリスと黒き月を崩壊させ、自らが持つロンギヌスの槍と量産機が持って共鳴させていたロンギヌスの槍のコピーをすべて破壊し、人類補完計画を破局させた後、登場していたシンジを地球に残し、石化して宇宙へと旅立った。はい、ということです。では続いてエヴァンゲリオン新劇場版における初号機についてです。細部のデザインやカラーが変更された以外は新世紀エヴァンゲリオンと同じ。シンジの身に危険が迫ると暴走する点も同じだが、レリエルに相当する人が登場しない関係で作中の暴走回数は2回となっている。新武装としてガトリング砲を用いるが、第5の人に有効な打撃は与えられなかった。また第6の首都戦のモニターから固有波形パターンはブルーアスタリスクアスタリスク A アポストロフィーであることがわかる。第10の首都戦では世界がどうなっても綾波だけは助かるというシンジの意思のもと、疑似進化第一覚醒形態へと変化。シンジにコントロールされた状態で秘めた能力を解放した。その際は高速具の蛍光グリーンの部分が赤に変色し、頭上に天使の輪のような降臨エンジェルハイローが出現。 AT フィールドで形成した左腕を変化させての攻撃や両目から光線を放つなど使徒のような攻撃を見せ、使徒のコアから0号機のコアを霊ごと摘出した。プラグ振動は180以上にも達しており、律子をして人の域を超えたと言わしめた。まもなくレイの姿を取った巨大な人型過去サルベージされた0号機のコアを起点に、形成崩壊した使徒の体液が集まったものと融合し、セカンドインパクト時に出現した4体の光の巨人と酷似した3つ目の光の巨人、疑似進化第2形態へ到達して、サードインパクトを発生させかけたが、月面から降下してきたマーク6が投げたカシウスの槍によって、初期段階で阻止され、ニアサードインパクトに留められた。その後、シンジとレイをエントリープラグ内に取り込んだまま活動を停止、凍結される。その後は封印の棺に入れられ、大気圏外にコア化状態で封印されていたが、反ネルフ組織ビレが奪取作戦を展開。封印から14年が経過しても完全に覚醒状態が収まったわけではなく、作戦中危機に陥ったアスカのシンジへの叫びに呼応するかのように、マーク 4B に向けて光線を発射撃破し、下位2号機を支援した。接収後は取り込まれ体を失ったシンジの体をサルベージした後、ビレの空中戦艦 3A ブンダーの主機として組み込まれた。この時点でのシンジとの深層シンクロテストの結果は 0.00% であり、シンジが登場しても起動することはないとリツコは述べているものの、作戦中の再起動を危惧したビレ上層部の判断により、シンジの首に DSS 超過かっこエヴァの覚醒を感知するとパイロットを殺して覚醒状態を解除させる首輪が付けられた上に、検体としての扱いを受けることになった。南極での戦闘でブンダーが大破した後、ゲンドウと第13号機によって初号機は回収される。この時初号機は赤色にコア化しており、四肢は切断されている。シンジが搭乗を希望するにあたって、9で 0% とされたシンクロ率は、実は0に限りなく近い値。無限大であったとされた。シンジの操縦でゲンドウの第13号機と対峙するも打ち勝てず、両者の精神対話の後、エヴァのいらない世界にするというシンジの意思を受け継いだ碇ユイによって、ゲンドウとユイは自らガイウスの槍ビレの槍を体に貫き、
消滅した。パレットライフルが付属します。プログレッシブナイフが付属します。肩の装甲に収納されます。カシウスの槍が付属します。アンテナが2本付属します。ヘントリープラグが付属します。取り出しが可能です。アンビリカルケーブルが付属します。着脱が可能です。豊富なハンドパーツが付属します。はい、目立ちませんが腹部の内部フレーム、肘関節、前腕に合わせ目が入ります。複数の可動軸で構成された首の可動域は広く、頭の位置や顔の向き、角度調整も自由自在です。口が開閉します。肩関節ブロックが前方向に引き出し可能です。肩の装甲が適度に稼働し、干渉を緩和します。腕は地面に対し水平以上大きく持ち上げ可能です。肩、上腕の付け根に回転軸です。肘は180度近く曲がります。手首は複数の稼働点で構成されています。そして手首と連動し、前腕側面の装甲が稼働します。胸部と腹部、腰部の可動点で前後屈と姿勢の傾け、ひねりが可能です。股関節の軸が回転、またスイングし、大腿部の位置を変更可能です。横方向の開脚にはやや制限があり、縦方向は大きく開脚可能です。大腿部に回転軸です。膝は180度近く曲がります。柔軟な足首関節で地面の接地性も十分です。エントリープラグやプログレッシブナイフの取り出しギミックが実装されています。蛍光グリーンやオレンジのパーツはブラックライトを当てることで発光します。はい、ということで以上、リアルグレード汎用人型血栓兵器人造人間エヴァンゲリオン初号機新エヴァンゲリオン劇場版組み立てとレビューでした。どうもありがとうございました。それでは失礼いたします。